いいだろう。戦闘開始だ。痛みに突撃準備。気合いな。剣を抜き、そして切る。わらわに逆らう者よ、そなたらの命運はここで尽きた。全てを失うことを意味します。ここは一旦退きましょう。お母さんですか？それはずっと昔の話。私は誰より愛を欲しているの。頑張って咲いたバラが愛で満たされるのを待っているわ。戦闘のことなら心配いらぬ。我だけで長きにわたり我は使命を怠ったことはない。危機的状況でも自分の使命を忘れない者こそが、使命を果たすために俺はもっと強くなる。信仰を失うことは魂、神の救済が作りし奇跡です。果実の働きは尊く、花は甘く、花の香りがもっと強くなりました。今宵の月明かりは狂気の手見えた。もっと混沌の未来が。
いいだろう。ここは以前の僕の記憶と全然違うな。誰に聞いたのかな？ここの者たちか、それともエレナ？君に仕えているメイドだよ。守護者アーシラとは頑固者で、従者も頑固なやつばっかりだ。できるだけ厄介事は避けた方がいいね。僕はもう休むから、じゃあね。戦闘開始だ。今楽にしてやろう。物語のように悪者は倒されましたか？誰も傷つかなければ。剣に行き、そして物語のように悪者は倒されましたか？
誰も傷つかなければいいのですが。突撃準備。今楽にしてやろう。誰も傷つかなければいいのですが。突撃剣に生き、そして斬る。剣のために生き、剣のために死ぬ。戦闘開始だ。痛みに耐えて。突撃剣に生き、そして斬る。物語のように
撃準備。今楽にしてやろう。物語のように悪者は倒されましたか？この世界に属さないものよ。今すぐここから消えろ。剣を振るしか能のない奴が魔法の杖で何ができるというの。騙されるものか。死にたくなければさっさと出て行きなさい。次は守護者様の名において容赦なく殺す。戦闘開始だ。突撃。剣を抜き、そして斬る。わらわに逆らう者よ。そなたらの命運はここで尽きた。戦闘開始だ。今楽にしてやろう。わらわに逆らう者よ。そなたらの命運はここで尽きた。誰も傷つかなければいいのですが。わらわに逆らう者よ。そなたらの命運はここで尽きた。お母さんですか？それはずっと昔の話ですが、でも彼女のことを思い出すと涙が止まりません。やだ。
なたの命令に従うわ。貫通する魔装、参る。呪術？わらわに心中する者、何時らに双心あらば自らを生贄として差し出すのだ。これで満足か？私の剣技はこれだけじゃないぞ。
わらわの命令を無視する。世界の前進には私の導きが必要。え、新しいおもちゃを探しに行くのか。私はクロシェ。戦いは嫌い。でも力になれるよう努力する。この魔装に誓ってお前の信頼に応えます。混沌がまだまだ足りぬ。未知の場所か。わらわもわらわに服従せよ。いかに魔物退治完了。